はい、こんにちは。富山大学のもう積分の面積の基本問題なんですが、まあこれを使うとまあ簡単に答えは出せるんですけど、まあこんな T シャツを作っといて言うのもなんですけども、これは別に覚えて使おうというものではなく、この公式を導く風な作業を実際の問題でやればいいんじゃないかなということなんですけども、この問題実はサムネにはなるべくこう文字を少なくしたいという気持ちがあったんで、カッコ1番、実際にあった1番は、F カッコ X の増減表とグラフの外形を書けという問題があったんですけど、まあですから実際の試験では言われた通りのことはやんなきゃいけないんで、まあ教科書の例題みたいな問題ですけども、F カッコ X の外形を書けと言われたら、まあ書くしかないんで、微分して 3X2 乗マイナス6ということで、0になるのは、プラスマイナスルート2ですか。なんで、外形としてはもう書けと言われた以上書くしかなくて、まあこんなんですか、マイナスルート2とルート2でまあ極長を持つと。で F カッコ X と G カッコ X は2つの共有点を持つと、こう共有点という言葉を使わざるを得ない点でも接しますと言ってると思うんですよね。交点とは言えないところが悲しいところで、二つの共有点を持つっていうのは、直線と三次関数が二つの共有点を持つっていうのはもう、一箇所は接線ですよと言ってるようなものと。で、マイナス三、傾きマイナス三で、Y 切片が正の直線と接しますよと。なんでまあ、一箇所で接して傾き風だからこんなに出すんですよね。まあ、こっち側だと、傾き風で接する。はまあ、Y 切片がマイナスになっちゃうという。っていう風な流れで解こうと、まあ、外形書かされて、傾きマイナス3の直線と接するのかという流れで言うと、まあ、これの傾きがマイナス3になるような X 座標はっていうんで、3X2 乗イコール3だから X2 乗が1なんで、X はプラスマイナス1の時かと。プラス1の時だと、まあ、Y 切片が負になっちゃうから、まあ、こっち側かな、ということで、X がマイナス1のところで接するのかと。じゃあ、マイナス1の時は、Y 座標が5。これが、この直線っていうんで、Y イコールマイナス 3X プラス A で、5イコール3足す A だから、A イコール2なんていうふうに、解く流れになっちゃうかなっていう気がするんですけど、まあこのサムネを見たまんま解く人は普通はこれとこれがを連立させて2つの共有点となったら、連立させて x3 乗マイナス 6x イコールマイナス 3x プラス a と。でまあ a だけせっかくだから残して移行しちゃえば x3 乗マイナス 3x イコール a で、この左辺を、まあ、h カッコ x と。でも置けば、h ダッシュカッコ x が 3x 二乗マイナス3なんで、プラスマイナス1で極値。なんで、h カッコ x のグラフを書けば、まあ、こんなグラフになって、それと横棒の a を引っ張って、共有点が2箇所だから、まあ、A が正だったらこう。まあ、負でも良ければこっちも OK ですけど。A が正なんで、まあ、こうと。ということで、マイナス1の時の極大値は、この関数なんで、マイナス1足す3で2だから、まあ、やっぱり A イコール2で OK と。いうことになりますと。まあ、どっちでももちろん構わないと思うんですけども。で、じゃあ、A イコール2だとなったならば、で、面積は、まあ、実際に聞かれてるのは、ここ、のことですけども、まあ、こっちの関数でいう、ここで構わないですよね。同じ式になるんで。で、じゃあ、この、x3 乗マイナス 3x イコール2だから、マイナス2イコール0の関数を、この関数を、マイナス1からここまで。積分すればいいと。まあ、こっちでも話した感じですよね。ここまで。で、じゃあもう一個の交点はって言ったときに、それは、
x3-3x-2=0 っていうのは、これ x+1の2乗でっていう因数を持ってるのはもう分かってるんで、マイナス1のところで接してるんで、じゃあ残りはもうあとは係数比較するだけでいいんで、マイナス2ということで2まで。で、この面積を出すときに、今こう書いちゃいましたけど、この式でもちろん出しても、まあ大した数じゃないんで、ゴリゴリ計算すればいいんですけど、まあどっちかというと、マイナス1、2で、これ x+1の2乗を x-2 っていう因数分解できて、で、両方計算して引き算するのは大変なんで、これを、まあ計算しやすいように変形しちゃおうっていうのが、まあこの公式ですよね。これを無理やり x+1にしてあげると。まあもちろん、ついつま合わせるためにマイナス3すれば、これでちゃんと x-2 と。そしたらこれが、マイナス1、2の x+1の3乗マイナス3(x+1)と。まあ、これ2乗ですね、2乗。で、あと、すいません、これ、この、面積って一次関数の方が上にあるんで、一次関数から三次関数引いた式にしなきゃいけないんで、このまま計算するとマイナスになっちゃうんで、絶対値つけなきゃいけないですね。面積だったら。で、これが4分の x+1の4乗マイナス3が約分されて x+1の3乗でマイナス1、2と。で、まあ絶対値と、まあ、マイナスになっちゃう。4分の3の4乗引く3の3乗は4分の3の4乗引く4かけ3の3乗だから、4分の、マイナス3の3乗と。で、まあ絶対値くっつけて4分の27ということになるんですけども、まあこれをそっくりそのまま使えば12分の2足す1に引くマイナス1の4乗で、まあ、4が1個約分されて、3が1個約分されて、3の4乗っていうふうに、まあ、出るよ、ということになりますと。3の3乗だ。で、まあ、もちろん同じになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。